校内485系、583系、E127 系、雲谷143型電車さよなら展示会での181系、新潟車両センター所属略号新潟車両センターは、新潟県新潟市東区市地区一丁目にある、東日本旅客鉄道の車両基地、新潟支社の管轄となっている。2004年3月31日までは、 上沼水運転区と称したが、乗務員の配置がない車両基地であったので、2004年4月の組織変更に伴い、新潟車両センターに改称した。新越本線とその貨物支線、白新線に囲まれたところに位置している。センター入り口には、かつて特急、時で運用されていた181系電車のボンネット型戦闘車両が展示されていたが、 埼玉県埼玉市に2007年10月14日に開館した鉄道博物館で展示されることが決まり、同年5月6日のさよなら展示会の後、陸路を搬送された。新2位、新潟支社を意味する、新と新潟を意味する、2位から構成される。2021年4月1日現在の配置車両は、次の通り。2015年3月までは、 当初配置の直流電車は、長野総合車両センター、高直流車は、秋田総合車両センターで行われていたが、直流電車は、北陸新幹線延伸開業に伴い、並行在来線が、越後と決めき、鉄道に移管されたことにより、直江津長野間で、他車線の経由が必要となったことに伴い、1 1 5系及び e 1 2 9系は、 大宮総合車両センターで行うことに変更された。2015年当時、当初の115系は、首都圏の路線の入線に必要なデジタル無線、ATSP を装備していない車両が大半であり、また2次新型路をまとう未更新車と3次新型路をまとうリニューアル車とで、機関車とのブレーキの互換性が異なるため、未更新車は、機関車牽引で、 大宮総合車両センターまで改装され、リニューアル車は L99 編成に挟まれる形で自走改装となっていた。しかし、新潟に残る1 1 5系は全てデジタル無線 ATSP が装備されたことから L99 編成の伴走なしで自走での入り出場ができるようになり、L99 編成は2018年8月1日に 高崎線武蔵野線中央線経由で長野総合車両センターへ廃車改装された。E127 系と公直流車は従来、通り前車が長野総合車両センター、後車が秋田総合車両センターで行われている。ありがとうございます。